とことんやりこむ、どうも、ナオチンです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきましょう。今シーズン、結構時間かかります。では、行きましょう。1回で、火属性を入れていってください。まあ、27、8分でクリアできればいいかなっていうところですね。で、1回はね、この遠距離の敵が、とにかく、火力が高いです。こいつらをまず狙うようにしてください、まあ、近距離よりも遠距離の敵の方がここはね脅威なので、まずはこいつを叩くようにしていきましょう。あー当たってない。 OK、 多分合計で3体かな、3体いると思いますので、まあ確実に最初に倒すようにしていきます。で、1回クリアです。何もいりません。で、2回このシュルカーの弾がめんどくさいので、これをまずは処理していく。で、弓でも消せるには消せるんですけども、まあ難しいので、できるだけわあ敵に当てて無効化していく感じにしていくといいですね。OK、いい感じ。今回結構ね、後半矢があると助かりますので、矢はできるだけいっぱい出てきてほしい。もういっぱい出てきてほしいし、どんどん使っていって OK です。地球箱が2つあるかな、今回2つあるので、まあまあ枯渇することはほぼほぼないと思います。よっしゃ。で、こっち側にもシュルカーがいるので、注意ですね。よっしゃ。で、戦争なマグマキューブも倒して2階が結構めんどくさいですよね。で、パワーシェイカー取っていきます。結構ね、2階が一番難しいというか時間かかるなって思う人も多いと思います。本当に2階はね時間かかる。難しいわけじゃないです、難しいわけじゃなくて、時間がかかるステージだね。 OK、火属性が強いね。火属性が敵をいい感じに仕留めてくれるので、これは絶対つけた方がいいです。で、別に2入れなくていいですよ。1でいい、そのまんまで OK。 で、防具に、ポーションバリアもついてるんですけども、ここ何もいりません。ポーションバリアはまあまあつけなくてもいいかなと思います。4階の報酬でね、スケールメールが出るので、まあ、そこからつけていけばいいかな。 OK、 はいはいはい、しゃ、あ、間違えた間違えた、反対側に打ってる。で、次が最後の脇かな。4回クリアです。で、ここでスケールメイルを着ていきます。で、スケールメイルにポーションバリア3ですね、入れていってください。で、5回、問題ありません。クリーパーが出るので、まあ、クリーパー処理だけ注意していけばいいですかね。あー当たっちゃった、まあいいや。はい、5回クリア、次いきましょう。
ここでバースト取っていきます。エンチャントはまだ入れなくて OK です。でここはまあまあ敵はそれなりに出るんだけども、狭いところだからそんなに難しくはないはーず。ということで6回終了。で6回でエンチャンターの書を取っていきます。まあ、すぐすぐは使わないんですけども、あとで鉢とか愛のメダルが出てきますんで、そこで、ちょっと使えるよっていうことで持っていってます。なんか今回あんまねいいアーティファクトがないんですよ。今回ねアーティファクトほんと少ない。なので、まあ、まあこれを持っていくっていう感じですかね。よし、ナイス。待て、危ない。うわ、あれあれ地中に潜った。地中に潜りましたね。よし、そういうことあるんだ。で、クリアで、ここでフロストサイスを持っていきます。はい、あーちょっとねいかんな。まあいいか。追い打ちと毒の雲入れてください。11でいいです。パワーシェイカーがちょうど切れてたな。でまずここガストが落ちてくるところがあるんですね。落とせ。よし、落ちた。ガストの真下にいるとあいつ出てきませんので、そこではめてまず倒してあげると、安定するかと思います。ここ何もいりません。で商人ですね、防具を上げていきます。まあ防具も途中で変更しますので、エンチャントはおおおお、このポーションバリアだけでとりあえず OK です。はい、で余ったポイントで、あっ危ねえ危ねえ、ミスった。まあ、適当にエンチャントつけて火力を上げていってください。で、まあ、フロストサイズもねそんな長々は使いません。よし、危ねえ危ねえ。これねポーションバリアは役に立ちますよね。まあ、下に落ちないようにね注意してください。では10回終了です。ここ何もいりません。はいはいはい、で武器エンチャントはねもうこんな感じで完成で OK です。なのでここからは、余ったポイントを、まあ、弓にちょっと入れてあげればいいかな。まあまあガッツリ入れなくていいですよ。ガッツリ入れなくていいんで、まあ、弓にちょっと入れてあげると、まあ、若干なりともね、早く倒せるようになると。あと後ろにいる、ああ終わりか。はい、11回終了。いいですね。でここで、バージーネストです。ここでようやくエンチャンターの書が、役に立つようになります。はい、でエンチャントで、まあ、適当にこんな感じで1ずつ入れとけば大丈夫かな。 OK、蜂を使っていきます。エンチャンター、あぶね、あぶね。やっぱねエンチャントされたね仲間っていうのはねむちゃくちゃ強いよね。よ
よし、オッケー。オッケー。まあまあまあ、楽勝ですね。この装備になると、もう負ける気はしないっていう感じ。で、武器をメイスに変えていきます。メイスですね。で、エンチャントで、働き鉢1です。で、ここを重力だね。追い打ち入れてもいいと思うんですけども、重力の方が、俺は戦いやすいかなと思います。で、鉢出して、エンチャントしてあげましょう。この、めんどくさい敵が、風使いです。風使いが、まあ、うまいこと、カチカチで倒せれば、実体でも倒せればいいかな。よし。ああ、もう、嫌なやつ。はい。まあ、とりあえず、おしまいですね。で、ここ、左の奥の方に箱があるんで、矢がちょっと足りないなっていう人は取りに行ってください。今回いっぱいあるので取りに行きません。で、ここで防具、勇者のアーマーに変えましょう。今回勇者を最後まで着ていきます。で、ポーションバリア、そしてサプライズギフト。あー、ミスった。サプライズギフトは2でいいです。3入れちゃった。連射しちゃった。サプライズギフトを、2まで入れてください。で、残りを、ラッシュに入れる感じですね。ちょっとミスりました。エンチャントポイント3が無駄になりましたね。うん。あれ 100% でも 150% でも変わりはないんで。いや、変わるのか？いや、変わらんよ。うん。アイテムが 100%、出現するっていうやつだからね。よし。OK。で、ここは、ネクロマンサーが7体ぐらい出ます。なので、ネクロマンサーはちょっと注意だね。まあ、注意しようがないんじゃないだろうね。普通に倒すしかないけどね。でもこの装備だったら特に問題なくいけるとは思います。ポーションバリアもあるし、蜂たちがエンチャントされればものすごい強いので問題はないかな。ここは何もいりません。行きましょう。あ、そうか。ラッシュが入れられてないね。仕方ない。このラッシュっていうのはね、意外といいのよ。攻撃受けた時に、急発進できるんで、それで一気に攻めていけるっていうのが、すごく面白い。うん、面白い動きができるのよね、あれ。OK。いけ。下はいないね。15回終了。ここは余裕だね。敵は全く出てきません。で、ここで、コグクロスボウを変えていきましょう。コグです。んで、ここはパワーシェイカーですね。パワーシェイカー105になるとかなりダメージ出せますので、ボス戦とかでかなり使えます。雑魚戦でももちろんね、すごく使えるんですけども。んで、コククロスボウにエンチャント入れましょう。ヒューズで、俺はいいかなと思います。OK。はいはいはい。いけ。いいね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 。ちょっと待って、誰にエンチャントしてんの？誰にエンチャントしてるか、ちょっと見えにくい。ちゃんとエンチャントしてた？なんかあまりエンチャントしてるようには見えなかったんですけども、まあまあしてたんでしょう。はい、17回終了。余裕ですね。
で、ここは何もいりません。怒りもね、いいかなと思ったんですよ。虚無が入ってる怒りで、結構珍しいやつだったんですけども。まあまあまあいいかな。よし。あれば強いとは思うんですけどね。あれば強いとは思うんだけども、まあまあまあ、なしでいきましょう、今回は。よし。よっしゃ、ヒューズで倒す。よし。いいね、いいね。このギュインって言って、加速するのが本当にね、面白いよ。OK。18回終了。次でーす。ここ何もいりません。で、ボスですね。ヒューズショットを上げときましょう。あー、ラッシュも上げたかったな。まあ、今回はちょっとミスってるので、仕方ない。はい、倒していきまーす。よし。パワーシェイカーをちょっと使い切りたかったか？あ、大丈夫ね。ここで。間に合うな。OK。パワーシェイカー再使用時間がそんなに長くないので、間に合いますね。で、ここね、蜂はね、出さない方がいいです。出すとちょっとね変な動きしだす。なので蜂は出さない方が、いいと思います。エルダーガーディアン召喚したりとか、なんかね変な動きするんですよね。 OK。 痛い。はい、まあまあ次でおしまいですね。はい、おしまい。いや。で、武器変えまーす。両刃斧でいいと思います。うん。まあ、他の武器も結構強いっちゃ強いんですけども、まあ、これが無難かな。で、虚無と、クリティカル。入れちゃいましょう。虚無クリティカルですね。で、ここはまあ、特に問題ないですね。サッとクリアしちゃいましょう。よし。うん。はいはいはい。どうしたんですか？いけ。もう蜂に任せとけばダメだったダメだった。蜂に任せていけるかと思いきやいけなかった。まああとは下でおしまいですね。いいね、ラッシュがいいよ。ラッシュがね結構あるとなしとではクリアタイムに関わってくると思います。ここ何もいりません。でもって商人ですね、防具を上げていきます。英雄です。今回はこれでいきます。まあ、火力は上がんないですよ。うん、火力は全然上がんないですけども、でも耐久力抜群でこれだったらやられることはまあまあないと思いますんで、いいんじゃないですかね。あ、あと、ラッシュ入れとこう。うん。火力を本当は入れたいんですけどね。クリティカルを。でもまあまあまあ、ちょっと今回はミスってるので、仕方ない。あーねー。よし。いけ。じゃないですか。
あとここでおしまいかな。いや、まだいる？あ、倒した。ナイス。いいね。んで、ここは何もいりません。愛のメダルもね、欲しいんですけども、蜂の方がいいかなと思います。うん。愛でもいい。でも、ボス戦では、蜂の方が使えるんで、こっちの方を持っていきますかね。うん。まあ、雑魚戦ではね、愛のメダルの方が断然いいと思うんですよ。でも、まあ、ボスのことも考えると、蜂かな。OK。よし。終わり。いや、まだいる？まだなんか1体ぐらいいそうな気がする。上か。あ、そんなとこかい。分かりづらい。28回クリアでーす。迷子のやつがいたね。で、ここで爆発のクロスボウ、これが一番重要。爆発、マルチショット3と、テンポセット1でいいと思います。これで OK で、残ったやつは、武器に入れていきましょう。ここはほんとね、マルチショットの、爆発の弓があれば、なんとかなる。OK。と、プラス、蜂だね。これで、なんとか、全然いけるんで、余裕だと思います。OK。あと反対側ね。まあ、ここもよし、いけば問題ないですかね。いや、もう打ちつつ、よし、パワーシェイカーで突っ込むと。このね、ほんと爆発のボウガン、クロスボウか、強すぎる。火力がものすごいもん。ここ何もいりません。次でーす。これさえあれば、なんとかなるのよ、本当に。余裕すぎ。よし、OK。蜂もいるしね。エンチャント蜂もいるんで、問題なし。オッケー、いやがありがたいね。よし。いや、ひどいもんだわ、ほんとに。よし。もう倒してる？そっち。あ、いるね。まだいる？あ、いるな。意外と多いのよね、ここって。終わり？25回は敵が多い。で、多分ね、爆発のクロスボウないと結構きつそうではあるよね。うん、多分きついと思う。何もいりません。行きましょう。エンチャント入れときましょうかね。クリティカルですね。はい、行くよ。よし。やむ、エンチャント。よし、いいね。蜂自体のね、パワーはもうだいぶ低いんだけども、それでもエンチャントされればもう強いもんね。えい、おしまいかな。26回終了で、武器を変えましょう。ボーンクラブ、もう最強装備の揃ってますんで OK ですね。いきまーす。で、あとは武器に虚無がありますので、それを入れていければ完成っていう感じですね。
ここはまあいつも通り、エンチャンターをね倒す感じです。いけ、はいはいはい、上敵いるの？いやいや違うな、蜂が迷子になってるだけだ。27回終了、何もいりません。いきます、よし、ここもね若干敵多いです。でもこの装備だったらば全然余裕のはず。よし、エンチャンターの人でね、クリティカルとか強いね、100% クリティカルだからね、強すぎる。もう嫌なやつら。ジオマンサーね、来るよね。終わりかな、28回終了です。何もいりません。で29回、ここはクリーパーがとにかく多いです、でジオマンサーもいるんでね、すごい面倒くさい場所ですけども、まあ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 、弓を打ち打ちいけば負けることはないかな。うん、最初だけねバーって出るけど、あとはもうそんな出ないので。で29回終了で今27分か。あー、これやっぱ30分以内はいけるけどね、なかなか難しいですよね。27分台でクリアできればまあまあまあ良かったかなっていうところだと思います。はい、ゴー。あ、出なかった。あのね、最初にポーション使って、でもうすぐ勇者なんで回復するんでいいんですよ。ポーション使ってパワーポーションが出ないかをちょっと試した方がそれなりに早くいけると思う。 OK、 いけ、嘘食らってる、大丈夫、オッケー、いいよ。パワーポーションが出ると早い、うん、オッケー。まあまあ早くはあったけども、こんなもんか。28分台ですね、できれば27分台で行きたかった。いらない、いらない、ダメですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。